子ども選手育てるなんておこがましいですよ育つのを邪魔しないぐらい育てよう育てようとすればするほどなんかうまくいかない親はどうしたらいいんですかできる限り寮に入ってもらいたいと親としては非常に難しいかもしれないけど信じて見守ってあげる サッカーもじゃあそういうところ、重要だったりするんですもうチームワークって何だっていうんじゃないですか、僕、男20人から30人のチーム、たくさん作ってきたけど、全員仲良しって一回もないですよ、見てれば分からない、こいつ、こいつ、馬がない、こいつ、どうする <laughs> いいんですよ、<laughs> こいつ、どうも反りが合わないけど、こいつにパスしたら絶対点決めてくれる、勝つという目的のために、お互いを認め合うことなんですよ、で大体、勝つチームを分析すると、一体感があるって言ってるんですよ、でも、だからって、一体感から作ると、大体失敗するんですよ。 なんでかいうと、一体感が目的になっちゃう。スタートアップと一緒ですね。違いを認め合って。結果が出だすと一体になってくるんですよ。じゃ、続いてのテーマで、岡田さん流のこの自立した子供の育て方。まあ、まさに、ま学校の今のカリキュラムを伺っても。うん、自立していくんだろうなというふうな想像できるんですけど。まあ、どうしたら、自立した子供になると。 まあ、一番最初に言ったようにやっぱり周りが何もしなくても生きていけるような手かければかけるほど自立しなくじゃあほっといていいかといやそうじゃないもちろんさっき言った厳しさも必要だしでもやっぱり先生がこっちから教えて引き上げるようじゃなくて先生が隣に並んで並走していく親ってねその愛情が強いじゃない。 だから僕自分の子供にサッカー教えられないんですよああ他の子だったら「はいこうやってごらんはいこうやってあもうちょっとこうやってあっ駄また頑張ってな」って言えるんだけど自分の子だったら「今言ったらお前もうちょっとこう <laughs> 違う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 違 <laughs> <laughs> うってかやってしまうわけよ <laughs> なんとかやらせたくなってそうするとねサッカー嫌いになるんだから<笑><笑> <laughs> あでも親ってやっぱりちょっと自分の子がいじめられてると子供同士で解決できる程度でも もう,う、ね、ああってこうなってしまうんですよだから僕はちょっと寮にこだわってんのそこなんですよ親は最後のセーフティーネットどんなことあっても親はあなたを助けるよというで先生は中途でのセーフティーネットですまずは彼らが自分で生きていくっていうものを尊重しようとしかしそうは言っても基本的なことをちゃんと教えてやんないけはい自分で自分でって言ったってこれは無理なんですよだから。 そこの見極めが大事で例えば命にかかる絶対ダメだって言わなきゃいけないしでももう任せたからって言ってほっといて死んでしまったら困るわけで、うん、だからその辺の見極めをしながらもその子の生きていく力を信じて最後のセーフティーネット親は先生は途中のセーフティーネット、うん、3つの質問を繰り返していく、うん、どうしたのってそしてそれで君はどうしたいの 先生に手伝えるることある先生の考えで1回も言わないですこ,こ,、はあ、この3つの質問を繰り返していくただしこれが「どうしたの?」っつっとこが本当に大変なことは「いやそれは違うぞ」って言ってやんなきゃいけないだから先生もこれから一緒になって成長していかなきゃいけないって僕はお願いしてんですけど、はあ、これの正解はないんですよこれ。マニュアルがあってこれは言っていいこれは言ってはいけないってないんですよ。ここがが失敗しながら こう成長していく<ー>でもこれからの社会で何が起こるかブ化カの時代だって言われて分かんないわけですよどんだけ論理的に考えたってどうなるか分かんないやってみなきゃ分かんないでやったら大体失敗するんですよ。エラーラーンの時代だって言われてて要は失敗して学んでいくそれは教師も子どもも一緒なんですよ。おそらくこの僕のやり方にいろいろ批判的な人もいるしそれで子どものって言うけど。 このままじゃダだめだったら誰かがチャレンジしなきゃいけない、失敗いっぱいすると思います、僕も。うんうん、でも、それで学んで、一緒になって成長していこうっていう、そういう感覚ですかね。どうしたので、どうしたいの、うん、で先生に手伝えることあるっていう、うん、これは親もなんか同様なことが言えますよね、ね同じですね、あま、さに僕は会社でもそれ、最近使ってますど、あ<ー>どうしたのお前、どうしたらいいと思う、うんうん、会社でなんかできることある 社員のミスで潰れた会社ないんですよ、はあ、経営者のミスで潰れますでも社員が少々ミスしたって潰れないじゃん、うん、お前のミスでは潰れんから大丈夫やって潰れたらどうしようまよっぽどのねよっぽどのことがなければね <laughs> と思いますけど不快ですね、えー、でもね、えーこう、まさに経営のメソッドにも通じますしね、えー、教育にも関わるんだと思うんですけどだからまああれですよね型がなくして型破れないんでまずその型を ちゃんとと作るところは教えててあげてみんな違うんだから主、はい、が必要な人にはティーチング歯の人にはコーチング理の人には環境を与えときゃいいわけでうちはだから先生に数学なんかはもうウェブで個別最適授業簡単にできるんですね。英語だったら こののクラスは従来の先生が前ででででやるる授授授業業業ここここはは英英会話ののここ語で劇すすみたいいな3つぐら選選択肢与えねで選ぶ先生が今までは自分の知ってることを一方的に教えればよかったけど今度は生徒が勉強しながら聞いておくるので全部知ってなきゃいけないっておっしゃるんです、うん、いや全然大丈夫です聞いて,きてこられて分からなかったら先生それよう分からんから一緒に勉強しようって言えばいいんです<ー>何も準備しなくていいんですよ。 楽でしょっていう。<laughs> 結構勇気いりますけどね、先生がね、先生もちょっと勇気いるかもしれないね。はい、まあ、一緒に学んでいこうよっていうことですよね。うん、これでも、私びっくりしたんですけど。うん、一斉形式の授業とか定期テスト、学科試験をしませんって書いてあるじゃないですか。で一斉形式の授業するのも残りますよ、まだ、はい、全部が全部じゃないですけど、で、定期テストはやらない。だってね。こう、分かってる答えを書いていく。 これ時間の無駄で分かってないのにテストを受けさせてどうしようもないっつって一夜漬けで何か暗記してもしょうがない要はこの子がどの今レベルなんだとその必修科目なんかでそれを分かってじゃあこの子にはこういう授業をしようっていう進捗を見るテストはします。ああ ででもいちいちその学科試験ととかないっていうことですねそうですだから評価の仕方もその点数の評価じゃなくて、まあ、いろんな人間的な評価とそれからさっきの単元テストの進捗具合みたいなんで評価することになるんですけどね、はい、ある種一斉授業って一番効率がいいから人が少なくて済むからやってたとこあるじゃないですか。ワ、はい、ワンオンオでみんなをなんかパーソナライズすると結構大変だなと思うんですけどその分人とかそういう人は一部いるんですかで人は今回ありがたいことに いるとううのと、うん、もう一つやっぱりウェブですよ、うん、この時代はもう本当にウェブの時代で我々ちょっと提携しようと思う高校があるんですけどそこでうちに来るその有名な講師みたいな授業を他の学校も受けれるようにとかね、うん、それができるんですよだからどっかの学校に数学のすごい先生いたらその先生の授業をうちの子もみんな受けるとかね、うんえー、だから、まあ、間接費がね、はい コスト削減なるんですリモート授業みたいなことが、うん、普通に導入されてるってことですよね。くそうこるで,しょうですょね。ね全国にどんどんネットワーク化されていったらいいですねベストプラクティスが共有されていって。はい、で教育の、ねうん、質っていうのが全体的に上がっていくわけですもんね。ねただやっぱり面と向かって対応する先生。 この力量というのをやっぱ一番大事でというのは人間さっきの自立するのはどうかつ一番大切なことはその子の子存在を認めてやななきゃいけないけんですよ例えば監督と選手だったら1年間1回も使わないかもしんないけど俺はお前を見てるよっていうねこれはちょっとした感情の共有声がけなんですよ。 この前の練習試合でのあのトラップカーのシュートは素晴らしかったなあれ忘れんなよパッと顔が分かるお前子供そろそろ幼稚園行くんじゃないどこ行くんだとあと、俺はお前一回も使わないかもしれないちゃんと見てるよ必要としてるよっていうこの存在を認めることなんですこれはウェブではなかなかできないんですよ僕も全員とこうウェブでつないで会おうとは思ってますけどそれよりも面と向かってちょっとした感じおい元気そうやな今日 っていうのその一言もうすごく大事だと思ってて、<ー>やっぱり現場の先生これはもうすごく大事だと思ってますね。リアルで、まあはい、フィジカルでもしっかりと通じて合ってるってことですよね。こうサッカーもじゃあそういうところ重要だったりするんです、ね。もう本当例えばチームワークってなんだって言うじゃないですか。僕男二十人か三十人のチームたくさん作ってきたけど、全員仲良くして一回もないですよ。見てればわかるの。うん、こいつこいつマガネこいつす <laughs> いいんですよ。<laughs> こいつどうも反りが合わないけどこいつにパスしたら絶対点決めてくれるこいつどうも馬がないかこいつに任せたら絶対止めてくれるお互いを勝つという目的のためにお互いを認め合うことなんですよ。それで仲良しだと思ってもいいですよで大体勝つチームを分析すると一体感があるって言ってんですよ。森保のジャパンもそうだしあの栗山さんが言った WBC もそうだし。 でもだからって一体感から作ると大体失敗するんですよ。ああなんでかというと一体感が目的になっちゃうんです。そうじゃないんですよ。違いを認め合って結果が出だすと一体になっていくんですよ。タ、はあ、タップと一緒ですね。すね成長しとけばみんな一体感出てきますもんね。自然とね、やっぱり結果が出たりするとね、モチベーション上がりますけど。ね、まあそこはだからあの馬が合わないっていうところも含めて認め合うというか、うん、あのチームであるということですもんね。うん これって今の時代言いにくくなってるんですけど男女の違いってやっぱあるんですかね私も息子と娘いまして、うん、やっぱ育て方ってまあもちろん個体差のが大きいんで、うん、性別で全部切り分けちゃダメなんですけど、うん、やっぱちょっと育ち方とか違うのかなと思ったりするんですけど僕はね僕はね、男子のチームしか見たことないなううらか女子の監督はね <laughs>、はい 選手と話す時部屋のドアを開けてなきゃいけないとかね一、うん、人のチョコレートを受け取ったら全員の受け取んなきゃいけないとかね<あ>いろいろあるらしいんですよ僕には分かんないんだけどまあ今の時代にあんまり逆らうようなこと言っちゃいけないかもしれないけど男子女子やっぱり違ってそれぞれの良さがあると思ってて、うん、育て方自体は。 個体差によって全然違うなと今回来た子でも女の子だけどものすごいしっかりしてリーダーシップある子でも男の子だけどちょっとなよなよしてる子いるし強い子もいる、うん、そこは育て方とかそういうのはあんまり変わらないのかなっていう気はしてますけどね私気になったのがそのスポーツの世界とかだとある程度はでもこう監督が強く言ってコントロールする、うんうん のもう必要なのかなって思う部分があるんですけど、うん、そこはどうですかその必要ですよあ、ここは必要なんだけど、はい、これが全部やるんじゃないんですよ、はい、最初から言われた通りしか動かないんだったらこれはもう今の時代でそれぞれが動いてる中でここである意味調整するだからやっぱり主体性ってことが極めて重要ということですよねす、うん、ピボットアプリではランニングしながらでも学べるバックグラウンド再生が可能です 運動中、通勤中、家事をしながらでもいつでもどこでも学べます学びながらポイントゲットできちゃいますよながらで学ぼうピボット詳細は概要欄のリンクをチェック最後三つ目のテーマなんですけども、うん、この主体性を持った子供を育てるために親がすべきこと <laughs> まあ先ほども少しお話ありましたけども、うん、親はどうしたらいいんですか本当に愛情を持って見守ってやんなきゃいけないんですよ最後 でもやっぱり口出したくなるじゃん、はい、でこれは、ね、年代にもよるんですよ手を教えてないのにずっと見守ってたらねやっぱりダメでちゃんと手話をでこれが手話どこまでですかっていやそれは親としてこの子をどうしたいかということで小学生の時はやっぱりある程度教えてあげなきゃダメだし高校生ぐらいになるともう本当ちょっと見守るっていう。 イメージですね信じてて見守ってあげるとだから今度寮入るお母さんから手紙に来て「冷蔵庫ありますかうちの子はこうこうこうで」とかってわーって来て「お母さんこの子は大丈夫信じてやってください」と <laughs> あの全て自分で考えますからって言ってるんだけど<ー>そこんところは親としては非常に難しいかもしんないけどもう大人として認めてやる高校生になったらね。はい まあ、中,学生中学生は一番僕はサッカークラブやってるんで育成の中では、ね、ここはある程度ねきちっと面倒を見てあげなきゃダメ,です、ね、メンタルがもうこんなになりますからうん、うん、ちょっと試合出れなくなったらガーッといって練習来れなくなったりとかそういうのがあるんでそこはやっぱりサポートしてやんなきゃいけないでも高校生ぐらいになるとある程度その子を信じて見守ってやるっていう。 ススタンスでも何かあったらどんなことあっても命変えても助けるよってことを伝えてあげる、うん、そういうことが大事なのかなで昔はね子供がたくさんいたんですよまあ一人ぐらいって全員に集中できないですよ今一人か二人だから集中しちゃうんですよ親の愛情が。両方 ちちょっっとと過剰に考えちゃううううてていいいのは傾向とししあるかもしれなでですねそ意味ではだからどこまで接するのかっていうのは、まあ、親としてもちゃんと考えた方がいいですよね、うんまあ、特に高校生ぐらいはもう本当大人なんだってちゃ、うんと思わないといけないということですよねおっしゃる通り、うん、それこも寮にしてるっていうところはこだわりとしてあるわけです、まあ、寮入んなくてもいいんですよ、はい、今治の今での子はほとんあんまりいないんだけどあの通える子はでもできる限り寮に入ってもらいたいとそれはやっぱり で寮も2年までしか入れないのと中にあのうちの会社の社員が時々住むようにしてるんですよ。<ー>で中で大人がいたりするただ身元不詳の人が入ったらまずいんで、はい、<laughs> うちの社員って決めてるんですけど先生が入ってやっぱり学校でも先生で,で、ね、ここも先生って言ったら息抜けないから、はい、うちの社員を泊まらそうと思ってて、はい、寮官はいるんですよ寮母さんも。はい いるんだけどそれと別になんか廊下歩いてたらおっさんが歩いとるっていうのが面白いかなと思って<ー> <laughs> 今治駅から徒歩3分の場所ですよねで朝と夕食食事付きなんですねあもちろんもちろんやっぱり食事が一番大事で、うんはい、彼ら自分でそんな作れないだろうし、はい、外食したらお金かかるしで食べなくなるから食事はちゃんとで最初ある程度最低限の量のルールつくんですけどまあ 自主運営に徐々に持っていこうと思って個室なんですもんね個室ですよ、はい、今の子個室じゃないとダメだって,て、はい、なんか寮って聞くと結構その部活のイメージかとかだとみんなで僕らの時はそうだけど、はい、今はなんかもう個室でないとなんかダメらしくて、はい、日本代表だってね昔はね二人部屋だったの今全員個室ですよね、はい、あそうなんですね、はい、変わったんだ、えー、食事は今ありましたけどこだわりも あるんですかやっぱりこういう地域のものを使うとかもちろんあの、まあ、頼んでる業者さんがあるんですけどできるだけ、まあ、食材にはそんな困らないんでね、うん、美味しい魚海の幸や山の幸があってそして野菜も素晴らしい野菜があるんで、まあ、そういうのにこだわっっってててやもらおうとは思ってます<ー>私今治行ったことまだないんですけど残念ながら、うん、今治の魅力四国の魅力ってどういうところですかそうですね今治は 最初に行った時に思ったのはなんて海があって無人島があって沢があって山があってカヌーでなんだこれはフィールドとして最高だという印象が一番なんです、うん、もうそれがまた美しい島並海道ってい道うね そういうい意味では僕ら無人島2つ借りてますし山1つ借りてますしそういうところでいろんなフィールドワークができるなとそこで食べるもん僕ら田んぼもやってんですよ無農薬でこの前3 5 0キロ去年の秋取りましたけどで畑もやってますからそういうものいろんな海の幸山の幸食べるもんもおいしいし水もきれいだしというそういう生きるっていうことに対する環境は 素晴らしいと思います。はあ、自然の学校なんですね。うん、そうですね。ねまあそれでいて今倍増船筆頭にした開示クラスターがあってタオルで有名で、ある程度の産業もあるんで,、うん、で。先ほどありましたけど、まあ三年生になったら出て地域の中で生活してくださいよと。はい、でその先はまあそれぞれの進路っていうことになっていくわけですもんね。ですねおそらくだけどまあこれから徐々にそういううちの学校の サポータータみたいなメンター制度はちょっと大学生で作ろうとは思ってるんですけどうん、うん、サポーターみたいなおせっかいおばちゃんおじさんが、はい「あんたらちょっとこっちへおいであの今日次の休みあのちょっとうちへ来てこうみかんとの手伝うんか?」とかねそういうようなコミュニケーションができてきたらなあと思ってるんですよね。 私息子を入れさせたいなってまあすごく思ったんですけどそうす安くしておきますよ。<laughs> <laughs> け,けどってなるけどってなる。まあ、まだちょっと10年以上ね先になっちゃうんで <laughs> あの長いんですけど、ただあのまあ入れたいなとかちょっと考えてみたいなっていう、うんえー、まあ親御さんにこれどういうふうにしてなんか受験対策したらいいっていうかなんか考えたこと考えた方がいいことってあるんですか。受験対策かうちテストも筆記試験やってないんで一、はい、泊二日で 来てグループに分けてそしてミッションが書いてあってそれをこうみんなで議論してプレゼンするっていうのがあってそれと面接ですねったワンオ僕が全部やりましたけどそういうのしかないんで僕はみんなその可能性を持ってていろんなやつがいて僕がああ来てもらいたいっていう子っていうのは何か 自分を変えたいとか新しいチャレンジをしたいとかなんかまあそこ行ってのんびりとさのんびりとっておかしいけど普通に3年間過ごそうじゃなくて一歩踏み出したいって思ってる子そういう子に来てもらいたいと思ってんですよねだからどうですかねそこ家に通るためとかじゃなくてなんか将来よし何かやってやろうとかなんか 結局好きなことを見つけたらやるんですよ子供は間違いなく勉強だって何だってだからそういうものを見つけさせてあげれる環境を作ってあげるっていうことじゃないか,だからいろんなことにチャレンジさせてあげるのが。 いいんじゃないかなと思いますけどね。今日の映像って、親の人に見ていただくためかな、最初思ったんですけど、はい、そうじゃなく、もう今中学生の。人自身に見てほしいです、ねはいうん。そうですね。で、こういうとこ行ってみたいって思ってもらったら。はい、ここだったら、好きなものを見つけられるんじゃないかとか、もう今の自分の好きなものにとことん。打ち込めるんじゃないかとか、うん、そういう。一歩踏み出したい、子供にも。見てもらいたいですよね。うん、ですよね。中三ぐらいになったら、かなり意思ありますもんね。ありますよね。<や><ー>もうね、びっくりしたけど。 不登校の子も何人かいたんですよだから内進展がもうほぼついいてないですねところがその頃はもう学校行きたくないわけじゃないんですよ行きたいけど行けないでも僕はここだったらいけると思うんですと行きたいんですみんなと一緒に授業したいんですってもうその気持ちそれが一番大事でだからそれだったら頑張れるかとよし頑張ろうぜって。みんな彼は あのー、こうやって学校行けなかったけどもうちゃんとみんなの前でカミングアウトして、うん、行けなかったけどここで自分頑張るって言ってるんだけどどうってみんんなとす学校って本来そういうい場所ですもんね、うん、なんか今の,あの結構受験戦争っていうか、うん、過熱してるじゃないですか、うん、もう中学受験も大人気だし。うん そこの中学私立受験を合格させるために小学校その前からもう塾に入れてみたいなものすごい東京とかは過熱してるんですけどこの現状とか岡田さんどう感じてますかおそらくみんなも内心はねこれからちょっと違うだろうなと思いつつも現状はやっぱりいい大学行っといた方がなんか安心だよねって思ってると思うんですよ。 その時、子供が本当にどう思ってんのか？もう中学生ぐらいになると、もうはっきり自分の意思持ってるんだなとよく分かりましたから、本当に子供がどう思ってんのかを見てあげてほしいなと思います。だって、一般のあのセンター試験とかあんなんてチャット gpt が答え出した。100点と満点取るんですから、それをテストしてどうするのとみんなが思い始めてるんですよ。で、それでみんな大学があえて。 な何て言うんですか？栄養とか推薦に変わっていってて、僕はこの受験受験でさっき言った遺伝子にスイッチが入るってのはあると思うんですよ。うん、それはそれでいいんだけど、やっぱり徐々に本来、一番大事なものって方に行く勇気を親が持たなきゃいけないと思いますね。僕はある程度自分の3人の子供を育てるのに。 もうこれからそういう時代じゃないって言ったらちょっと早すぎて考えやめさすぎるのがちょっと早すぎてやっぱりいい大学入れてけた方が良かったかな <laughs> と思いましたけどアスリートはどうですかあのさっきちょっと始まる前に雑談もしてたんですけど、うん、サッカー選手にさせたいなとか、うん、なってほしいなみたいな親,親もたくさんいると思うんですよあスポーツのめり込んでほしいなみたいな、えーえー、僕はね うちの一番下男女は男っていいんだけど一番下みんな最初サッカースクール入るんですよやっぱり、はい、僕がやってたから入ってで僕はコンサートどり札幌で北海道行ったんですねで転校させたわけですねそしたらみんな岡田監督の息子が来たらサッカークラブ入れ入れって入ってたのに入んないんですよどうしたんだよとお父さん僕だってプライドがあるんだよと。 岡田監督の息子だからみんなうまいと思ってるけど僕うまくないもんね「いいじゃねえかよ」っつったけど<ー>それでねサッカーやめちゃったそこはやっぱりあの個々人の意思が、ね、<laughs> あるからそれでやるとは限らないわけですもんね、うん、で,でも F ・マリノスの監督やってたじゃんそうするとマリノスのユースに合格してたものすごい下手な高校にあのこいい高校に入るより難しいんですよ、はい、マリノスのユースに入るって。 それ通った親はもうプロになったと思う勘違いしちゃう、はいはい、いやそっから年に一人出るか出ないかなんですよ<ー>それをね自分の子供に目指さすっていうのはそれはかわいれ東大入るより難しいす、ね、そ,うそうですよね <laughs> でもなんか過度な期待をね持ってしまうのもちょっとあるんですけどね、うん、やばいね子供選手 育ててるなんておこがましいですよ<ー>育つのを邪魔しないぐらい本当に育てよう育てようとすればするほどなんかうまくいかない感覚が<ー>自分の経験上ね、はい、本当に見守ってやってて頑張れよって何かあったらあそれは違うぞって言ってやるとかね育てるじゃないんですね育つのを見守ると。うん 邪魔しないヘルプする、ね、ヘルプすするということですね僕は指導者に言うもん「<laughs> お前ねそんなおこがましいと育つ邪魔すんな」って <laughs> というのはスランプであえいでるようなやついるじゃないですか、はい、そうするとこう物欲しげにこうっち見る何か言ってほしいって言えてることいっぱいあるんですよでもそこで低下してこうスランプから引き上げるじゃないですかもっぺん手下したら沈むんですよこれ二度と上がってこないほっとくじゃない半分ぐらいのやつはね自力で縁までなんとかもがいてくるそこで低下するとこいつは残るんですよ そこから半分沈んんでででいくんですよでほっといたらねやつにはね「あの人はひどい人だ何もしてくれなかった」って言われて<ー>でも全員に「そこでいい人だけど」って言われても全員また沈むぞとどっち取るとこれなかなかできないみんなでも本当にその子をの残したかったら心を鬼にしてそこを頑張れ頑張れって応援してやるしかないんですよね。 子供のまさに主体性っていうところが育たないと、結局その人生長いですからね。うん、そ,その先の自分の人生決断できなくなす、ね。ええ、だって、これから生きていくの子供なんだもん。はい。うん。ですよね。彼らの時代なんだ。はい、選択肢を広げてあげる手伝いは。そ大いにやるべきですよね。こういう,う、今度ア安ネをみたいな。そう。うん、そう、いろんなことを見せてあげて、いろんな経験をさせてやる。うん、うん、その中で。僕がこの英語を勉強するんだとか。 原子力それは全然問題ないことだと思うんだけど、うん、なんかもう最初から与えられてそれをやっていくっていうよりも自分で選ばすっていうことがものすごく大事じゃないかなと思いますけどね。ね人生の最後のテーマとして教育を選ぶってやっぱ美しいですよね、うん、これはね、うん、世界が混沌としてきてるじゃないですか民主主義がもうポピュリズムになりそして資本主義が格差でもう分断が生まれて。 本当この先世界の秩序がこうなるって上から言える人誰もいないですよ今今後はこういう社会になるでも僕らが考えてる共助のコミュニティ衣移植住を保障し合う共助のコミュニティを60ある J リーグのチーム中心になって B リーグの50あるチームが中心になって全国でやったら下から新しい秩序を作っていくことはできると思ってるんですよ。うん、ドラッガーがが、ね、最初初に書いた初版本本でで経済人の終わりっていう本があるんですけど ここにドラッグが書いてるのは第一次世界大戦が終わってソビエトができたと最初みんなユートピアができたとみんな平等でみんなが幸せになる国だと思ったら格差と腐敗があったと絶望したと世界が絶望したその絶望がファシズムを生んでるとこのファシズムは必ず大きくなるって第二次世界大戦に言ったんですよ。今世界が絶望し始めてるって,感じててているる感じそのの時にこのコミュニティを作っている若者 それを作るためにキャプテンシップを持ったやつが全国に飛んでコミュニティを作っていくこれが希望だと思ってるんですよ、うん、で僕ら年寄りはやっぱり若い人たち次世代に希望を残していかなきゃいけないと思っていて、まあ、それが僕の,この教育へのエネルギーですね 岡田さんの行動を見ててあの坂の上の雲の秋山良夫を思い出しましたね。<laughs> 陸軍で頑張って、はい、あの日露戦争で勝って、はい、それで帰ってきた後に松山で小学校の校長して人生を遂したっていうそれが一番美しいかなと思って、はい、そこ意識されたところあります。<ー>全然全然 <laughs> でもね、まさに本当にこの学校がね、そういうキャプテンシップ持った主体性持った、こう、たくさん輩出して、うん、で、日本がまたこうね、うんえ、盛り上がってくるんじゃないかなというふうに思いましたまさにこのゴールの、まあ、遺伝子にスイッチを入れるっていうところにね、たど、うん、り着いたんだなというふうに思います。岡田さん、またたぜひあの、お越しいただいいだて。いや、もう十分です。<laughs> 違うねテーマも教育はもうもう必死で喋ってるでこれサッカーはどうですかサッカーならいい次回どうやったら日本ワールドカップ優勝できるかそういうのとかあるんですかちょっとねまたおもね成立ということでまたぜひお越しくださいどうもありがとうございました。 ピボットアプリでは料理をしながら学べるバックグラウンド再生が可能です通勤中や仕事の途中家事の途中いつでもどこでも学べますさらにさまざまな特典と交換できるピボットマイルもありますのでぜひ使ってみてくださいながらで学ぼうピボット詳細は概要欄のリンクをチェック